裸足。裸足、洗足。裸足とは履物を履かないこと、またはその状態の足のこと。素足とも、靴を履かずに、靴下やストッキングは着用している状態で外に出ることを、裸足と呼ぶこともあるが、ここでは足に何も身につけていない場合の裸足を説明する。日本では、家の入り口で履物を脱ぐ習慣から、 裸足で家の外に出ることは汚いこととされる。しかし、農村では、田植えなど裸足での作業もあるため、帰宅時に足をきれいに洗えばよいと考える人もいる。裸足で外出することは、現代においては、田植え機の水田周辺や、海水浴場などでない限りキーに見られる傾向があるが、これは、明治期に西洋文化及び西洋医学、破傷風予防などの考え方が入りして、 以降の傾向である。1901年、明治34年5月29日警視庁は、ペスト予防のため屋内を除き戦則にて歩行する、ことを禁止した、朝令、第41号。足の裏で直に自然を感じようとする、大地を裸足で歩く会が結成されたこともある。参考文献、選手会、クック1980年1月号。現代では、 裸足であることも一種のファッションとして見られており、足の爪へのネイルケアや足にミサンガを巻く、イコール長い靴下は履けないことが流行ったり、素足に履く、凝ったデザインのサンダル、鼻を付きのビーチサンダルや、トングサンダル、足にサンダルの台を貼り付けるヌードサンダルなどや靴を履いた、時に裸足に見えるようなスニーカーソックが売られたりしている。また、素足に、 下駄やイグサの草履を履くことが流行している。足が涼しく、足を解放したいという点から、素足が注目され、また、花尾への人気が高まっていることも影響している。また、ココヤオニツカチヒロのように、ステージ上で裸足で歌う歌手の存在の影響もある。子供の場合はなるべく裸足で生活させる主義の人も多い。素足裸足で足を自然な状態にする発想の、 裸足教育が影響しているとされる。素足になれると足の自由さに気づく場合が多い。一方で常に裸足の場合、足が頭部より低温になる図熱足感になりやすく、冷え性など健康上の不具合が生じる場合がある。裸足の子供は自然時のイメージで見られるため、たくましさや自由奔放の象徴という印象を持つ。テレビアニメ、アルプスの少女、 ハイジの主役、ハイジの場合、原作では靴を履いているのに、アニメでは、裸足の設定である。裸体になることに準じて、裸足になることは神聖であるとされる場合もある。神社境内での参拝方法としてお百度参りがある。脱帽と同じように、裸足で参ることで神を崇めるという理由である。アジアの寺院に入る場合は、入り口で履物を脱ぎ裸足になるよう求められる場所も、ある。 これも神聖な場所には、裸足で入るとの考えである。神事として駒滝ったの火の上を裸足で渡る日渡りが各地で行われる。オセアニアのオーストラリアニュージーランドなどでは、裸足で外出することは普通で、繁華街やショッピングセンターなどでも普通に裸足で歩いている子供が多い。ところが、これらの2国の国民のルーツの下半を占めるヨーロッパのイギリスでは、 裸足はエロティックなイメージで見られてきた歴史があり、女性が男性の前で裸足になることは性的な関係を持とていると見られることもあった。アジアやアフリカでは近年まで裸足で生活することが多く、日本でも多く見られた。特に貧困層や恵まれない国々では靴そのものの入手が難しく、特に子供においてはその影響を受けやすい。日本では漫画、 裸足の原に代表されるように、太平洋戦争、大東亜戦争を前、戦時中は物資の供給が少なく、また、空襲などによる消失により靴や靴下を履く庶民は稀であった。そのため、子供に限った話ではなく、女性なども裸足で過ごすことが多かった。日本に限らず、戦争などで被害を受けた地域の住人は、裸足で逃げていたり過ごしていることが多く、 朝鮮戦争やベトナム戦争での多くの写真でも確認できる。現在も貧困に苦しむ一部のアジアやアフリカの国々では裸足で過ごす子供や女性が多く見られる。貧困で靴が買えずに、ほとんどの子供が裸足での生活を余儀なくされ、足からの寄生中感染の危険にさらされている地域もあり、こうした地域に使われなくなった靴を寄付する運動を行っている NGO もある。 日本における伝統的なスポーツはその多くが裸足で行うものである。これは、裸足が神聖さを持つこと、武器を持っていないという表示、履物が武器になる可能性もある。素足に草履上げたを履く文化であったこと、動きやすいことが理由として考えられる。実際、相撲で足を踏ん張るためには裸足でなければ効果は薄く、また、土俵は神聖な場所として履物には、 決まりがあったり、履き物自体許されない場合が多い。基本的には、地に足をつけるという歴史がある国と言える。運動会においても、足を踏ん張るという意味から、騎馬戦などの動きの激しい種目や組体操などの、マスゲームも裸足で行うことがある。また、これは参加者が上下に重なった場合に靴で怪我をする、ことを防ぐためという理由もある。一方、 早く走れるということを理由として、裸足で短距離走に参加する生徒がいるが、足に負担がかかり、怪我のもととなりやすいので否定的な教師は多い。その生徒が、普段重い靴、不安定な形状の靴を履いていた場合は、裸足で早く走れる、可能性はあるが、大抵は足の痛さで相殺されてしまうようである。しかし、裸足教育を経験しているなど裸足で走ることに、 慣れている場合は、むしろ足が自由で足裏の刺激が心地よく、健康に良い働きをしているという見方もある。どちらにしろ、裸足で良いタイムを出すには、コースの整備と本人の慣れが必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。